はい、実機性密着動画いかがでしたでしょうか。はい、今回は序列についてだったんですけど、と配信の中では15位以上だったら自分を褒めるって言ってたんですけど、やっぱり与えられた順位は15位以上ではあったんですけど、高いとは言えない順位だったので、すごい正直落ち込んでいた時もあったんですけど、すごい今マイティさんの言葉でなんか這い上がっていくっていうのがあって、私も這い上がっていきたいなと思ってますし、ごとっちがセンターになったっていうのを知って悔しかったので、私もいつか絶対センターになって、皆さん10期生みんなを引っ張っていける存在になりたいなって改めて思いました。すごい。そうですね、なんか次の序列はいつ決まるかわからないんですけど、今の順位を絶対下げたくないし、でも今のままじゃダメだと思ってるので、どんどん上に行けるようにもっとダンスも頑張りたいなって思ってます。すごいですね、皆さん助力くださってましたかね。どうですか。私は後ろの方だったので気づかれていたかもしれないんですけど、やっぱり今回の序列決めたことを通して、やっぱりそれによっていろいろパフォーマンスの見せ方とかいろいろ変わっていくんだなっていうのも感じて、でも14番なんですけど、14番だから手を抜くとかそういうのはしたくないなと思っていて、それみんな落ち込んでたんですよ、序列決めた後とか。次の日のレッスンとかすごいみんな落ち込んでて、でもなんかその本番が近づくにつれて、その落ち込みとか全然みんななくて、もう頑張ろうっていう気持ちになってたのがすごい印象的で、すごいいい気だなって感じてました。くるみさんはそうなんですよ、くるみ姉さんがすごい上手なので、やっぱりこういう公演とかライブリハとかはくるみ姉さんがすごい引っ張ってくれて、順位序列とか関係なしに注意してくれるし、センターの子たちにはどうしたらもっとセンターっぽくなるとか、そういうアドバイスをしていたのがすごい印象的です。くるみ姉さんがいるからこそ出来上がった公演なのかなっていうのも今の配信を見てすごい改めて感じました。序列決めるオーディションとか、そういうオーディションの時ってすごい前に大人の方がたくさん並んでるんですよ。その環境がすごい緊張しちゃって、すごいみんなも緊張してるし、すごい控室はすごい緊張の控室になってて、でもその最終セレクションの時よりかはすごいみんな落ち着いてというかワイワイとした控室になっていて、これから何があっても
これからそういう大人の方がたくさんいるオーディションでも10期は楽しんでいけるんじゃないかなって思っています。個性バラバラのがいいよね。そうなんですよ、10期は本当に個性がバラバラで、すごい、なんだろう、面白い人もいるし、静かな子もいるし、真面目な子もいれば、真面目な子はあんまいないかもしれないですね。真面目風に見えて面白いとか、そういうギャップがある子が10期多いかなって思います。個性バラバラのがいい。そうなんですよ、10期の明先生にも言われていて、10期は個性がバラバラだよねって。でもそこがいいって言ってくださってる時もあるので、この個性バラバラをどう生かしていくのかもこれから大切になっていくのかなって思っています。すごい配信の中で、てかマイティさんがいたことを知らなくて、私あの序列の時にすごい今配信を見て、マイティさんとユーミさんがあのような言葉を言ってくださっていたんだなってすごい嬉しく思っています。ふーたんマイティさんにちょっと抱きしめられてたじゃないですか。ずるいですよね、あれ。ちょっとずるくないですか。私も抱きしめられたかったです。ふーたんすごい頑張ってた、どうしようみたいな感じになったら可愛かったですね。ふうたんってすごい、なんだろう、先輩にこうなってるいるイメージがあって、でもそういうとこも可愛いんですよ。ふうたんってすごい、なんだろう、癒しキャラ。ふうたんってすごい癒しキャラなんですよね。這い上がっていくの、這い上がっていきたいってよりも、やっぱ10期のみんなってダンスが上手だし、くるみ姉さん映像を見てたら分かると思うんですけど、やっぱくるみ姉さんの表情管理がすっごくて、セレクションの時から思ってたんですけど、なんか目線の使い方とか体の見せ方とかすごいそういうのが上手で、見せ合う時があるんですけど、10期の中でダンスをすごいずっとくるみ姉さんを見ちゃうぐらい、くるみ姉さんの魅力がすごいなと思っていて、いつかあんな魅力的なパフォーマンスをお見せできるようになりたいなって思ってます。コトッチはプレッシャー、そうですね、やっぱコトッチはプレッシャー、なんだろうな、プレッシャーを感じているけれど10期生には見せないみたいなところもあって、そういうとこがなんかお姉さんだなって思ってます。みんな輝いてるよ。みんな輝いてますか、10期。キラキラした10期をお見せしたいです、これからも。与えられたポジション、そうですね、14番でもキラキラ輝いて皆さんに見つけてもらえるように頑張りたいと思っています。その気持ちが大事、そうですね、なん14番だけど、そういう見られてないってわけでもないじゃないですか。そういうやっぱ注目がいくのはセンター2番手3番手とかだけど、後ろだからこそ出せない魅力とかパフォーマンスとかがあるなっていうのをすごいリハとか
全体映像を見た時にすごい感じていて、その今できる最大限を出すことによってもっと上を目指していけるんじゃないかなって思っています。あんたマキ、そう、絶対椅子取りゲームの話ですよね。それ椅子取りゲームですね。絶対皆さん椅子取りゲームで負けん気強い。わかりました。そうなんですよ、負けず嫌いなんです。皆さん椅子取りゲームで絶対そうですよね。私の負けん気の強さ分かっちゃいましたよね。恥ずかしい。そうですよ、私はゆうみさん相手でも絶対じゃんけんは負けないので絶対勝ち抜きます。ゲームぐらいの負けん気の強さを見せていけたらなと思うので、これからも皆さん絶対見ていてくださいね。ダンスの、そう、ダンスの経験、そうなんですよ。私もダンスやっとけばよかったって少し後悔していて、ダンス、そう、なんかすごいダンスが苦手でリズムが取れないんですよね。そこが今の悩みポイントです。効率知ってる強み、そうです、やっぱ後ろだからこそ知ってる強みはあると思います。悔しい思いもたくさんしてるし、その悔しさをバネにセンターに這い上がっていけると思っています。私はダンス、そうですね。でも表情をすごい褒めていただけることが多くて、前日、その序列を決める前日にもあきら先生から表情はいいって言ってくださっていて、それがずっと印象的で、それを胸に刻んでずっと頑張っています。序列上げてシャッ、そうですね、いつか皆さんにシャをお見せできるように頑張りたいと思います。ほんで皆さんシャ黙っていてくださいね。もうあれは出ちゃったんで、本当に恥ずかしいです、あれシャ本当に。もうはい、そろそろランキングを3位から読ませていただきたいと思います。3位心さん、2位こっちゃんさん、1位ムーチョーさんです。お名前と日付メッセージを入れて後日発送させていただきます。楽しみに待っていてください。10期生密着動画はこの後9時半から公式 NLB48 公式 YouTube でも配信されます。見逃したという方、何度でも見たい方は NLB48 公式 YouTube でご覧ください。今日の配信見ていただきありがとうございました。来週の10期生密着ショールーム配信もぜひチェックしてください。今日の担当は10期研究生朝にゃこと渋谷朝菜でした。ありがとうございました。